皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。も、え、う、ー、国会もですね、まあ、予算委員会始まって、えー、大臣初診というまああのようやくですね、５ヶ月、えー、岸田内閣が誕生してからまあ、初めての、えー、新大臣につって,っても,もう５ヶ月経ってるんですけれども、えー、その新しい大臣の初診初診まあそのその考え方を。 聞くということで3月3日に大臣所信あ2日ですよ2日でした2日に大臣所信を、えー、伺いましたでこれはあの通常ですねこの予算の、えー、大臣が必要ない日にこの公聴、まあ、会といってまああのその参考人お呼びしてお話を聞くという時に 大臣の意見は大臣の国会予算委員会に取られることがないのでその日にですね大臣所信を聞くのはお昼の時間まあ予算委員会の合間ですねやってそして大臣の所信質疑っていうのは来週の8日に公聴会の日程と合わせてやるということで来週8日が一応その今予定をしております。 でそうすると8日の質疑に合わせて、まあ、その大臣の所信の質疑を60分私はさせていただくんですが、まあ、その質問内容についてのレク、えー、というか通告ですねこういう質問をやりますということでそれを前の日までに質問はだいたい用意しなければいけないということになっていて7日の月曜日にそれをやる予定です。それから地方創生消費者特別委員会というのが今回分離して、まあ地方 地方デジタルという委員会と、それから消費者委員会、消費者委員会は消費者委員会で別立てになって、この消費者委員会、もともと消費者委員会だった時があるんですが、今回また消費者委員会になって、消費者委員会の私は筆頭理事もやっておりますので、消費者特別委員会のこの大臣も、所信を聴取して質疑をするというのが今、予約決まってきて、これが来週の9日に、 聴取というのはあの質問をあ質問大臣の所信を聞いてでそしてまあその大臣所信を受けて、えー、質疑が11日になるだろうというところで今ちょっとまだこれ未定ですけれどもそういったところで質問に立てるように今準備をしています。でそれから予算委員会というのはこれいつ入るかというのがちょっとまだ不確定なんですけれども来週。 かさ来週にも、まあ、来週にも一回その質疑に立つ機会が回ってくるんではないかということで、まあ、これは党の精神会長として、まあ、参議院の精神会長として、まあ、党の方針についてを代表して質疑をするということでその今ご加盟があのそういうふうにこうしてくださいということで、まあ、話が降りてきてますので、まあ、その準備もしなければいけないということで来週は8日。 とまだ日程決まってませんけれども予算と11日の特別消費者特別委員会ということでちょっともうバンバンバンとバン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 ともう委員会質疑ということでその準備に今追われています。で一方で今あの政調の方で政策調査会の今会長代理ということで今その政調会長それから政調会長代行2人と私政調会長と政調会長副 会長の執頭の二人とですね、この参役というんですが、この参役で毎週会議をやっています。毎週会を木曜会議をやっています。で、そしてまあ成長審議会が木曜日の午後に入っていて夕方やってるんですが、まあさらに今この参議院選挙に向けた公約づくり、まあこれをまあ今進めている関係で、その公約に向けてのこういったそのまあそれをですね、公約をまとめる作業。 といいうののに今今入っていて、まあ、その今集中的な議論をこの役で会議をさせててもらっています、まあ、できるだけ政調会長が言うにはプロセスを大事にしていきたいということと党内の意見や、まあ、党外の、まあ、今一般公募も終わりましたけれども一般公募や地方からの意見も集めた形で、まあ、それを集約して、まあ、それを政策としてまとめ上げていくという作業ですので、まあ、全ての一般公募の政策に目を通しつつそういったその、まあ、立憲民主党として何を 打ち出していくのかというそのキーワードやですね、そのそのコンセプトになるものの言葉を出していくということで、今それを一生懸命成長の役員で詰めているところです。そういったこともやりながらですね、質問もこなしながら各部会のいろんな法案の審議ですとか、いろいろ党内での会議がもう本当立て込んでいて。 まあ本当にもう今ちょっともうあのいっぱいいっぱいというところでもとても病気になっている余裕はないという状況ですので、まあ、皆さんも本当こうちょっと温暖,あの温暖になってきてたらちょっとだんだんあの暖かくなってきてですねあの体調の崩しやすい時期でもありますので、まあ、ぜひあの気をつけていただいて、まあ、花粉症の人は何か花粉症つらいのっていう話もありますけど、まあ、本当にちょっとえそういった春になってきて、まあ、陽気なえ季節になってきますので。 ぜひこれから皆さんと一緒にしっかり頑張っていきたいと思っています。今日も最後まで視聴していただきましてどうもありがとうございました。また来週も大変忙しい1週間になりそうですので引き続き頑張ってまいります。